マレーシア・ソバ州コタキナバル・ラムサール条約、登録湿地を表す看板コタキナバル・ウェットランドは、かつてマレーシアのコタキナバル沿岸地域に広く、存在していたマングローブ樹林の唯一残された約24ヘクタールの湿地である。都市部に存在する湿地として、現在は重要な自然保護地域となっており、2016年12月に、ラムサール条約の登録湿地に認定された。 この湿地はここに住む多くの種類の鳥や北アジアからの渡り鳥にとって重要な避難場所であり餌場である。また、鯖州の漁業部によって保護された海洋生物の繁殖地でもある。その他多くの野生生物の住みかとなっている。湿地内には約 1.5km の暴動多くがあり、マングローブ樹林の中を野鳥や野生生物を観察しながら歩くことができる。 その他野鳥を観察できるハイドやマングローブ樹林を一望できる山荘の展望台、展示室などがある。コタキナバルウェットランドは、マレーシアのボルネオ島コタキナバルの市街地から約3キロメートル北東に離れたリカス地区にある。湿地面積は約24ヘクタール。コタキナバルウェットランドは、1996年9月に鳥類保護区として、 ヨンテックリーゼン知事によって選定された。現在は、コタキナバルウェットランドが正式名称であるが、これまで、コタキナバルシティバードサンクチュアリコタキナバルウェットランドセンターという名称で呼ばれていた。この湿地は、豪雨の際の洪水を抑止し、下流での洪水の可能性を軽減している。洪水抑止の他には、土地の栄養素を循環し、堆積作用を安定させ、 有毒物質を取り除く役割もになっている。この湿地は多くの海洋魚、貝殻、エビ、カニが生育し繁殖する場所を提供している。また、渡り鳥と流鳥の飼育と繁殖の場としても重要である。周囲の環境にとって必要であるだけではなく、環境教育センター、エコツーリズムアトラクション、都市のレクリエーション、あらゆる年齢層の人の自然干渉や、 自然観察の場所にもなっている。ここでは32種のマングローブが確認されている。15種類の真のマングローブと17種類の半マングローブである。その他に多様な植物が見られる。マングローブの他に、南洋杉科、仙蘭科、豆科、木馬王花、強竹刀科、クスノキ花、ビワモドキの樹木や、ヤシや、ソテツ科など、ヤブコジカ、お白いバナか、 パパヤか、キクか、キジカクシカ、イネカ、カヤツリグサか、ウコギカ、トウダイグサかの低木や、ハーブなどが見られる。コタキナバルウェットランドは野鳥、その他多くの野生生物の住みかとなっている。繁殖期ではない冬の渡り鳥を含む、世界中の鳥が、特にアジアの鳥の渡りの時期に、ここではよく確認されている他にはカブトガニ、オオトカゲ、シオマネキ、トビハゼ、 紬やり、蝶や、その他昆虫、クラゲ、水蛇、マットロブスターなどがいる。小滝ナバルウェットランドでは、環境教育プログラム、環境ボランタリーワーク、環境ボランティア受け入れなどの活動を、国内外の子供や学生、社会人に対して実施している。ありがとうございます。